とても暑くなってきました。毎月恒例の武田神社のお参りです。4月の武田神社も新緑が綺麗です。ハローキティちゃん、こんにちは。毎月会っていると愛着が湧きますね。とても神々しいですね。神社って感じです。はい、ミラ。いい名前ですけどね。僕これはまあ読めないですね。パッと書かれても。本当に今変わった名前を皆さんつけたがりますけど、これでエマって言うんですか。すごいですね。これでエマっていう名前も。本当にこれすごい。何か力をもらえそうですね。元気が出ます。賽銭箱こちらね、ちょっとあのひよこちゃん可愛かったので撮ってみました。しばらくご覧ください。さて、お墓参りに行きましょう。アジ、先月もお会いしましたね。身長伸びましたか？ご協力をいただきまして感謝申し上げます。だらだら出てくる。お寺の境内に畑があるのはいいですね。信玄公にご挨拶。暑いので熱中症には気をつけましょう。草刈りしてくれて助かりました。いつもジャングルでしたからね。はい、雑草も生えるのが早いのでちょっとお手入れ。さすがに今日は暑い。夏の墓参りは大変です。ここは草や木が多いから、蛇とか蜂がいないか毎回警戒してるんですよ。なかなか火がつかない。今月も来させていただきました。いろいろとご報告があります。僕の彼女ですが帰国することになりました。ビザはまだあるんですが、そういう問題ではないようです。彼女の緑内障の悪化が原因のようです。目が見えにくくなったことで自分で実習などに参加することが困難になるだろう。もちろん途中でがんが再発する可能性も高い。このまま日本で生活していても
プログラムを終了することができない。故郷のベトナムに帰して、これから先お母さんや家族と一緒に生活させてあげた方がいいだろうとのことでした。彼女のお母さんはとても喜んでいます。そりゃそうだ、娘が自分の元に帰ってくるんだから。彼女は泣いていたけども、これも運命だと受け入れるしかない。また来月も来ます。今日もいい天気だ。稲が成長しているのが嬉しいです。ぬるいな。いつもの電気柵の稲、しっかり育ってます。ひまわり、いいですね。これも綺麗ですね。親方様の散歩道、行ってみましょう。ここは何かありますね。とてもミステリアスです。こういうとこ結構好きですね僕。ちょっとこの怖い感じがいいんですね。サイアムカフェ、こちらでお昼ご飯を食べます。店内はとても綺麗です。このクイティアをトムヤムクンを食べます。1300円、ちょっと高いね。はい、来ました。エビがすごいいいですね。トマトベースで辛くなくてもちっとしてました。いつものお店、毎月来れて嬉しいです。いつもの花を購入。母方の先祖にも報告。緑内障も進行してほしくないし、がんも再発してほしくないことを伝えました。世の中、生きたくても生きれない人、生きれるのに生きようとしない人がいる。この人たち同士が本気で議論する場があったら面白いと思う。山梨の桃、フードロスのだから安い、味は最高です。いかがでしたか。それではまたお会いしましょう。さよなら。